では、皆さん、はじめまして。マイマイショップ吉野舞子です。今回、初めて、YouTube、動画を使ってですね、いろんなことを、お伝えしていけたらなっていうことで、初めての企画になります。で、以前皆様にですね、ご案内入れたんですけれども、今回お家、私がもともとやっているおうち相談の専用ページを、作りまして、おうち相談についてよりこう力を入れてやっていけたらなっていうふうなことで今回活動してるんですけれども、おうちの、相談の中でいろんな、私だけではなくて、いろんなこう、プロの方もいらっしゃるので、そんな方たちとも、協力していきながら、皆様に、いろんなことをお伝えしていけたらいいなと思っております。で、今日はですね、その中で、私も、いろいろなところで、お世話になっております。山口空間計画、KJ ワークさんの方でもね、お仕事されてらっしゃる、山口さん、一級建築士のですね、方に、ちょっと今回ゲストとしてですね、お招きさせていただいております。実は、山口さんと、Facebook のふとした記事がきっかけでですね、いろんなお話をさせていただいていて、で、間取りの会っていうのをですね、ちょっとやってみたいなっていうお話を実はさせていただきました。で、間取りの会って言っても、なかなかやっぱり一般の方には、馴染みが薄いというか、敷居が高いというか、私もいろいろおうち相談を受けていて、受けさせていただいて、そんなことを感じているんですけれども、一方で、間取りを考えるっていうことは、やっぱりお家を考えていく上ですごく、大事なことだなっていうのはもう常々感じてるんですね。で、そんなことを皆様にこう伝えたり考えたりしていただける、気軽な、まあ、勉強会、気軽なお話会っていうようなことで、一般の方を、対象とした会をやりたいなというふうに思っていて、山口さんにもぜひご協力をということで、今企画準備を始めています。で、今回はその間取りの会についてもですね、どんなことをこうやるのとか、間取りがどういう思いなのっていうようなお話も、できたらいいなと思ってますので、どうぞ皆さんよかったら最後まで聞いてみてください。では、早速ながら山口さんすいません。前置きが長くなりましたけれども、山口さんの方の自己紹介をですね、はい。お願いできますでしょうか。はい。皆様、こんにちは。山口空間計画の山口と申します。昨日家づくりをずっとやってきておりまして、その中で、間取りですね。間取りを作る仕事をずっとやっています。やってきて、やっぱり間取りっていうのはやっぱ家づくりの一番最初の分かれ道、分岐点なので、その選択肢としてどういう間取りにするのかから大体始まりますんで、その大事さっていうのは自分で言うのもあれですけど、数やってますので、一番よく分かってるんじゃないかなと自分で思ってます。で、そういうことをなんかブログに書いたり、なんか Facebook に投稿したりしてまして、そこで吉野さんの目に留まって、同じようなそういう意識を持っておられるということでお声掛けいただきました。今日はいろいろとこんな自分の思っていることなんかもお話しできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山口さん、よかったら、ホームページもね、ちらっとご紹出し介。ていいですか？はい、ぜひお願いします。これを画面共有。ね、私たちもこういうことがあってから、ズームを使い出したりしているので、動画も試行錯誤で。ホストは参加者の画面共有を無効にしましたっていうメッセージああ、が。ごめんなさい。そっか。そっか。
ちょっと待ってくださいね。はい、今できてない状態ってことですよね。はい、そのエラーメッセージが出てます。あー、これは、すいません、私も。あれ？ちょっと待ってくださいね。この間できてましたよね。この間できましたね。そうですよね。お吉野さんの方から出してもらっても結構ですよ。どっちでもいいです。すいません、ちょっと出させていただきますね。ごめんなさいね。はい。はい、これで、はい、これですね。はい。見えてますかね。はい。はい、これが、まあ、一級建築士事務所として、もうだいぶ長いことやってるんですけど、最近ようやくホームページができまして、はい、コロナで在宅でいてる間にちょっと頑張って作ったホームページです。で、まあ、こういう家を、これ表紙ホームですけども、うん、こんな家を作ってきています。で、ホームページの構成としたら、まあ、コンセプトとか、木の家の設計事例、木の施設の設計事例とあって、まあ、一番右の日々の思いというのはブログなんですが。はい、これですね。はい、はい。で、まあ、この中でもその間取りの話っていうんで、ブログで間取りの話を最近はし始めたりもしております。まあ、それがおかげで吉野さんとこういう話をすることになっているわけなんですけれども。そうですね。はい、でブログのすぐ横の間取りアドバイザー、はい、どっちでもいいですよ。A のアドバイザー。はい、間取りアドバイザー。はい、これです。はい、これをあえて、まあ、設計事例なんかと別に間取りアドバイザーっていうページを設けさせていただいてます。やっぱそんだけ最初の間取り、これはまあ今まで作った間取りの、使ってもいいやつですね、を載せてますけれども、はい。非常にやっぱ大事だと思うので、僕自身は、もちろん設計って、間取り作りがあって、基本設計、実施設計ってあって、現場管理まであるんですけれども、この最初のファーストステップ、間取りこそってここに書いてますが、要するに、間取りの部分だけでの業務ですね、もお受けさせていただこうかなと思ってます。で、これはもう本当たまたまですけど、吉野さんのホームページにも、間取りというか、セカンドオピニオンという言葉があって、僕もここに、セカンドオピニオンとしてご利用いただくことを想定していますって書いてるんですけども。そうですね。はい。まあ、よくあるというか多いのは、最近土地を買っても建築条件付きやっていうようなことですよね、うん。で、作り手は決まってると。だけども、そこから出てくる家の間取りになかなかどうしてもなんかこうちょっと引っかかると。まあ、プロじゃないからどこがどうって言わないけど、あんまり満足できない。そういうようなお客さんが、いはる。で、うん、今までずっと家作りしてきた中でもそうだし、うん、まあ、ここに載せさせていただいているこの上のこの間取りですね、これはもう実際にそういうお客さんのご依頼を受けて、自分が作るんじゃないけれども、設計も最後までするんじゃないけれども、うん、間取りだけの提案をしたっていう事例ですね。そういう業務っていうのも、ここにも書いたんですけど、家作りって、まあ、人生で一番でかい買い物ですので、うん、はい、最初の部分の間取りがどんだけ大事な分岐点かっていうことは、皆さんなかなかこう意識できないっていうか、うん、プロやったら上手に間取り出してくれるもんやろというような感じで思ってはる人が多いんですけども、うん、はい、作る人によって間取りは全くまるっきり違うもんになりますので、そうですね、うん、そういう部分の大事さっていうのを訴えたいなと思うし、自分がまあやってきたスキルもそういうことで活かせるんじゃないかっていうんで、うん、この間取りアドバイザーっていうページをあえて入れさせていただいてます。そうですね、はい、またこの辺についてはちょっと後ほどですね、はいはい、ゆっくりついてっていうことで、ぜひちょっと詳しく掘り下げてお話ししたいなと思ってるんですけれども、今セカンドオピニオンのお話が出たので、ちょっと私も簡単にホームページをご紹介なんですけれども、このようなおうち相談専用のホームページっていうのを作らせていただいて、おりましてですね、私の場合はおうち相談のメニューの中にですね、
まあ、初めの一歩何でも相談してねっていう内容もあれば、セカンドその中の一つとしてセカンドオピニオンっていうことで、まあ、新築のリフォーム、もしくは、もう今住んでるんだけれども、住んでてお家がなんとなく使いづらいよって言った方に対しての、アドバイスであったり、あとは、私のようにですね、今、私も、もう一つ、もともとあったの、マイマイショップっていう家の中でいろんな先生を呼んで暮らしの提案をしている、活動を、しているんですけれども、こういった、自宅で自分も何かこう、場を作りたい、活動したいっていう方に対しての、おうちサロンのアドバイスサービスっていうことで、結構多岐にわたって、メニューを作ってます。ただ、私が、どちらかというと、今までいろいろご相談させていただいてて、もしかしたら山口さんとちょっと、お客さんの内容がまあ違うとするならば、山口さんの場合はもう、初めからこう、ちゃんとプラン、これからプランを考えていかなきゃいけない。まさに考える、こう、初めの一歩を踏み出した方が、つまずきそうになったところをこう山口さんにこうアドバイスをもらって、先ほどの間取りのですねアドバイスをこう受けるっていう方がすごく多いんじゃないかなっていう、こちらのようにですね、具体的にもう既に計画が始まっている、これから計画をするっていう時点で、間取りの部分でつまずいているっていうところで、山口さんのセカンドオピニオンっていう方が多いかと思うんですけれども、私の場合はどちらかというと、もうセカンドオピニオンであってもすでにもう計画もどんどん進んでしまってる、もしくはもう住んで、しまっている、工事途中完成までかみたいな、もうかなり進んでしまっている状態の中での困った感を感じての相談っていうのが圧倒的に多いんですね。ただ、初めであっても、途中であっても、住んだ後であっても、やはり自分のその家に対する間取りっていうものを、部分ではなくて、全体を、こう、間取り全体を常にこう意識しながら暮らし方であったり、部分的な改善であったりっていうのはものすごくこう大事だなっていうふうに思っていまして、そういう意味でも山口さんのようなこれから間取りを考えていかなければならないっていう方はもちろんですけれども、常に今もう進行してしまっている方や、もう住んでこれから自分の家を住んでたりしていて、なんだけど、なんかこう、居心地が良くない、なんかこう、使い勝手が悪いって思ってらっしゃる方にも、共通してこう考えられることってあるだろうなっていうのが私の思いでして、でそういうこともひっくるめての、間取りの会っていうものを、作って、皆さんと、暮らしについて、間取りについて考え方を掘り下げていけたらなっていうふうに思ってます。っていうことでですね、また話が戻るんですけれども、さっき言ってた間取りについてですね、山口さん間取りアドバイザーとして、やられてらっしゃるんですけれども、間取りについての重要性っていうか、大切さっていうのは、一言ではなかなかこう言えない部分があるかと思うんですけれども、山口さんがそもそも、ずっと設計やられてきてて、大きな施設なんかも結構設計もされてらっしゃいましたし、組織の中でこう設計業務とかも随分されて、実績がおありの中での、今回そのご自身で、一人で間取りアドバイザーとしてっていうページを立ち上げられたかと思うんですけど、その、こう、なんていうんでしょう、こう、なぜこう間取りアドバイザーっていう部分をもうちょっと掘り下げてお聞きしたいなと思うんですけど。はいはい。はい。まあ、一級建築士として建築士業もやってるわけですので、はい、もちろん1から10まで一緒に設計させていただいて、はい、まあ、私の場合は自分、工務店でもあるっていう部分があるので、建てるところまで一緒にできれば一番いいわけなんですけど、うん、まあ、どう言ったらいいのか、設計だけでも、設計の中でも、そこだけっていうのも、
なんかこう、まあ、やっぱりお役に立てないかなっていうのがあるんですよね。自分がやってきた中でのスキルとして、その部分を、集中的にやってたというか、まあ、基本僕が間取りを作って、すべての物件を一人で実施設計はできませんので、スタッフに振るっていうかね、実施の方はスタッフと協力してやるという形で、で、まあ、いわゆる確認申請の業務とか、そっちの方も、別のスタッフと協力してやるっていう形で、だから、基本設計ですよね。間取りのところをずっとやってきてるっていうのがあって、一番最初にお客さんとお会いして、家づくりのご要望をお聞きして、敷地を見て、まあ、新築の場合ですよ。まあ、リフォームでも同じですけどね。要は工事するべき建物や土地を見て、そこの持ち味っていうのとお客さんの要望っていうのを、まあもちろんあと予算もですけどね。そうですね。それをすり合わせて一つの間取りとして提案するっていう部分をずっと本当にそれがメインでずっと、まあ、20年以上やっているので、まあその部分にかなり特化してる人間なんですよね。でもやっぱり、今山口さんおっしゃってた、ちょっとね、一般の方、例えば新築経験されてない方分かりにくいかもしれないんですけど、基本設計っていうのと、実施設計っていうのがあって、その、まあ、違いみたいのを簡単にちょっと教えていただけますか？はい。まあまあでも、家づくりっていうことから言えば、基本設計は間取りと思っていただいたら結構です。いわゆる間取りの絵を考える。間取り作りですよね。だから、この部屋が、ここにあって、これぐらいの大きさで、家全体として、まあ、その間取り。まあ、我々の言い方で言いますと、プランですが、平面図ですよね。が仕上がるっていうのが基本設定ですね。それが決まらないと、そこから先の実施設計。実施設計っていうのは何かちょっと本当に建てるための設計で、コンセントがどこに何個ついてるとか。いうことですよね。まあ一言で言えば、もっと要するにものすごい細かいところまで決めないと家は建ちませんので、いわゆる大きなこうここにこの部屋、ここにこの部屋、ここにこの部屋っていうふうに考えるプランがまあ基本設計だとしたら、そうですね、この後にまあ電気はどこにつけましょうか、照明はどこにつけましょうか、コンセントはどこにしましょうか、水道はどこにしましょうかみたいなことがまあ。もちろん外壁は何で仕上げますか、屋根はどうしますか、窓の仕様はどうしますか、で建物の仕様もそうですよね、などを全部決めて図面に落とし込んでいくというのが実施設計、基本設計ができると、大体その仕様を決めながら、一方で確認申請に向けた各種申請関係進みながら、もう一方でお客さんとそういう細かい詰めをし、実施設計という細かい詰めをやっていくという流れになって、それがある程度見えたところで、そうですね、お客さんにね、そんな感じですね。でもその前段階が基本設計なんですよね。だからまあ基本設計っていう言い方はやっぱ馴染みがないかもわかりませんけど、まあ言うたら間取りとか間取り作りとか、まあ言うたら計画ですよね。どういう家にするのっていう一番基本のところですね。そうですね。その部分をやってるんで。皆さん、結構なんだろう、多分そのどういうところで家を建てられるかによってもだいぶ違うと思うと思うんですけど、例えば設計事務所なんかに、お願いをする場合は、多分その基本設計、実施設計っていう流れが比較的こう見えやすいというか、分かりやすいのかなというイメージなんですけど、実は私なんかは今のこの家が建築条件付きって言って、不動産屋さんからもう土地建物をセットでこう買ったっていうイメージで、まだ何にも建ってないんだけれども、土地建物ので、購入して、それに対してこうプランをしていくみたいな、やり方だったりもして、でその建築条件付きって言われるものでも、プランが自由に、まあ、うちの場合はプランを自由にやっていいですよっていうところだったんですけど、結構もうプランとか仕様がかなりもう制約されてて、選べないかったりとか、それはもうかなり不動産屋さんによってどうもいろいろなんですけれども、
皆さんなんかこう、気がついたらプランはできてて、気がついたらもうプランと中の詳細も決まっていないのに、自分の中で何も決めてないけど、もうトータルの予算が決まっていて、で、そこから細かい、まあ、皆さんが比較的見やすい、照明はこんなのつけたいわ、コンセントはここにも欲しいわ、水道はこんなことしたいわ、っていうのをやってきたときに、わあ、予算オーバーみたいな。これで諦め、諦め、諦めっていう流れが、こう、すごく、まあ、一応曲がりなりにもプロとしてやってた自分ですら、そのルーティーンに半ばハマっているというか、うん、ありがちなところで、で、そういう意味でも、やっぱり最初の、そういうことも、いろんなことをやっぱり意識した上での、基本設計、最初のプランっていうのはものすごい大事だと思うんですけれども、往々にしてこう、プロの方でもあっても、プランの時は、いわゆる間取りだけ、間取りの大きささえ決まっちゃえば、あとは後から決められますよとかって言って、実際は、決められるんだろうけれども、本当にその最後のもう予算の最終予算になった時に、いやーこれにこういう仕様にするのにこんなにお金がかかっちゃうんだったら、じゃあどこ減らしたらいいのって言ったら間取りを変えればいいってなっても、もうすでに時すでに遅して間取りはもう変えられませんみたいないうようなことも多々あるのかなと。結局、業者さんの流れに乗っ取って、お客様はそのスケジュールに乗っ取って、言われた通りこうやっていくので、結果的に後戻りしたくてもなかなかできないっていうような状況も多々あるのかなと思うんですけれども、そういう意味での間取りっていうのもすごく大事なのかなって思うんですが、山口さん、その辺について多分たくさんね、お客様、基本設計、間取りのプランされてると思うんですけど、その辺はいかが、どう思われますか？まあ、長いことやってると、そのお客さんから、うちに、私がプランする話をこう、話してるときに、はい、自分以前に、こんなとこからこんな間取りをもらったよって言って見せてくれる人も結構いて、おで、これで満足できへんかったから、御社に頼みましたっていう、話も結構聞いてたんですね、今まで。なるほど。それは間取りアドバイザーとしてやられる前、まあ、KJ ワークスの工務店として、まあもう同じですけどね、はい、やってる仕事は。だから僕が基本設計の担当としてお話を聞いてるときに、はい。で、だからそこは断った。あるいは、まだ断ってないけど、何社かそうやって提案を聞いてみる必要があるんやなって分かったとか。うんうん、こういうお客さんも言い張りましたよね、たくさん。わかる人っていうか、その、なんて言ったらいいか。建築条件付きじゃなければ、うんうん、そういう、あらかじめ決まってなければ、そういうことにやっぱり違和感を覚えて、うん、いろんな間取りを、どういうか、提案をいろんなとこからしてもらってみようかなと思ったっていう人は結構言い張りますね。なるほど、なるほど、うん。そうやって比較すると、まあ、皆さんね、素人の方にその間取りがあって、そこから、実際できたらどうなるのかを読み取れなんていうのは、なかなか難しい話。そうですよね。うん。でもやっぱり、さすがにおかしいなっていうことで、ご依頼を受けるっていうことも、何度もあったんですね。うん、やっぱり、うん、そう見せてもらうと、僕から見ても、まあ、おかしいなっていう間取りも結構あったし、なかなかそのおかしいっていうのはすごいいろいろなあれである。お客さんは何がおかしいかをきっちり説明はできない。できないね。うん、なるほど、はい。分からない。分からないんだけど、なんかこれでええんかなっていう気がすると。お客さんはなんでそこで、まあすごいいっぱい数、パターンはいっぱいある、私もそうですけど、いっぱいあるから一重にこれとは言いにくいのもあると思うんですけど、なんでお客様は何って具体的に言えないけど、その出されたものに対しておかしいってこう感じられると思われます？そうなんですよね。まあまあ、方位のことはまずありますよね。うん、この向きで本当に明るいのかとか、例えば敷地によってはこっちの方が眺めがいいんだけど、うん、こっちには全然窓が開いてないとか。あ、それは自分がそこに住んでみてって想定したときに、こっちの窓だと暗いんじゃないか、明るいんじゃないかっていうふうなことを、こう、イメージされてたわけですね。
そうそうそう。だからそこが気に入って土地を買ったのにっていう人もいます、ね。なるほど、なるほど。そこが気に入って買ったのに、なんか間取りの提案を受けてみると、まあまあ、その事例で言うと、それは北側だったんですね、眺めがいい。はい。僕やったら北側が眺め良ければ、リビングを北側に持ってきますけど、うん。でも、そうじゃないところも多い。リビングっていうのは南側にあって、その明るいもんやっていうふうに考えてる設計者も多い。まあ、こんなこと言ったら本当にちゃんとやってる不動産屋さんに本当に怒られちゃいますけど、不動産屋さんあるあるというか。まあまあ、通り一遍って言ったらあれなんですけど、どこでも、はい、すぐ南側の土地にものすごい大きな建物が建ってても、南側に大きな吐き出し窓がある。窓を見たりもしましたね。なるほどな、まあそう。そういうのは非常に、なんて言ったらいいか、お粗末な話ではありますけれども、でもいろんなレベルでやっぱりこれはどうなんやろうっていうのは、お客様が気づくレベルもあるし、うん、そうじゃないもん。だから、間取りっていう、うん、間取り、うん、間取り、すなわちもう、その家にどういうふうに暮らせるのかが、全部凝縮されてるのが間取りやと思ってるので、うん、僕は。だから、うん、山口さんが、その当時、まだその間取り、今までこそ、マドリアドバイザーとしてお仕事されてるので、全然もう普通に KD ワークスさんで立てなかったとしても、頼めるって分かりますけど、そうです、一級建築事務所として頼めるんですかね。そうではないって思ってる人ですら、山口さんにこうちょっと相談したいって思ってる人なんかは、むしろ、ま、もうその実際、マドリが上がってきたときに、自分でそこでどういうふうに住むだろうかっていう、まあ、絵ができたことで、こうイメージがやっぱりいろいろついていく中で、実際こう自分でそこでこう空想でシミュレーションというか、うん、やってみられる風なモードに入られることができる方っていうのは、多分そういう風な疑問ってきっと湧いてくるのかなって今聞いててすごく思ったんですけど、私のおうち相談なんかだと、そういう方と、そういう方は結構話がスムーズに、その、こういう暮らしがしたい、こうでこうで、あ、じゃあここはこうおかしいよね、ああだよね。まあもちろん構造的なことだったり、そういう技術的なことはまた後からついてきますけど、基本的に自分のその暮らしたいやり方があって、で、それに対してこの間取りの作り方はってなるんですけど、結構うちに相談に来られる方は、なんかパーツパーツで見ちゃうっていうか、ここに収納、なんとなくここに収納はあった方がいいですよね、とか。なんとなくここに、なんだろう、なんか洗面所はこっちにあった方が便利。なんでそう思うんですかって聞いたら、まあなんとなくっていうね。っていう人も結構うちのお客様いらっしゃって、だそういう人になっちゃうと、まずはどういうふうに、こう、ここでちょっと朝から起きて暮らしてみましょうかみたいなことが始まるっていうのはあるんですけど、結構山口さんのところに来られる方っていうのは、もうあらかじめそういう、なんだろう、やっぱり間取りに関してって思ってらっしゃるからなのか、こう、暮らしに関してのイメージがある程度こう、できてる方がやっぱり多かったんでしょうかね。まあ、二次元の図面を見て、それを三次元に置き換えるのが、得意な方と苦手な方と、かなり開きがありますね。はい。なので、やっぱりなんとなくっていうようなお話の方は、その、ここに収納があったらどういうふうにその収納を使うのかっていう、その、三次元と二次元の行き来がちょっと苦手な感じな部分もあるんかもわからんなと思いますけども。はい。何にせよ、収納にしても何にしても、意図じゃない、用途があるので、はい。うん。用途をどうやったら満足するのかは、今吉野さんおっしゃった通り、そこでどういうふうに人間が動いて、どういうふうに暮らすのかっていう、どこで長いこと時間をゆっくりするのかとか、その暮らし方そのものなんですよね、間取り。その部分がなんかやっぱり最近はちょっとマシになってるのかどうかわかりませんけど、やっぱかなりないがしろにされてるなっていう。作り手側にですよ。っていう、お客さんはそれなかなかわからない。ですよね。で、後になって、住んでみてわかったっていうのは一番もう、なんかこう、そうなんですね。作り手としては申し訳ない話で、
本当に。まだ持ってないとね、思ってくださればいいですけどね。本当に、でもそうなんですよね。だからそれだけ、最初の分岐点である間取りによって、その先の、できた後の生活っていうのは、全然違うんやっていう。まあ、その、同じ敷地でいくつも家を建て比べることはできませんから。本当ですよね。ね、だけど、その、できたもんはもう一個なんですけど、それをどう作るかの最初は、その家にたどり着くまでに本当はものすごい数の選択肢があるんですけどね。はい。その最初の選択肢は、木で言うと幹の部分なので、うん、枝葉の部分の一番最後がどこに行くかはもう最初の分岐点が違えば大きく変わってくる、大きく変わってくる度合いが一番大きいのが間取りだと思います。そうですね。ちょっと今お話聞いててすごく気になったことがあるんですけれども、はい、私がやってきたのって結構一からその作る会社員としてやった時からもそうなんですけど、一から何もないところから作るっていうよりは、もともとあるものに対してどうこう置いてるっていう、まあ、リフォームとかリノベーションが多かったもんですから、あれだったんですけど、同じ間取りをアドバイスするんであってもですね、全く真っさらな何にもプラン、まあ、もともと山口さんがすごくメインでやられてたことだと思うんですけれども、全く真っさらな状態から、こう、作り始めるときと、で、今まさにやってらっしゃるお仕事のように、すでにもうここに間取りがあって、でそれにこう手を加えていくっていう、まあ、二つ。リフォームですか？あと、リフォームという間取りアドバイザーとしてですね、お客様が、こう、すでに間取りを作ってるんだけど、なんかこの間取りがちょっと、うまくないんだよな、っていうところで、先ほどホームページに見せていただいたみたいに、間取りをこう、修正加えていかれるっていうパターンと、はいはい、考え方って大きく違うことってありますか？打ち合わせ。考え方が大きく違うというか、正直僕の場合は間取りアドバイザーとは言いながら、アドバイスではない、アドバイスなんですけど、セカンドオピニオンっていうか、まあ、もっと端的に言うとセカンドプランですよね。要は対案を出すっていう。あ、そっか。はい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 。はい。全然違う絵を出す。ことで、違う絵が2つ並ぶと、ようやくお客様も、こういう間取りも同じ土と同じ自分が言うてる部屋数とかそういう家族の数とかね、そういう条件でこういうのがあり得るんだなっていうことが初めてわかる。なるほど。あ、じゃあちょっとさっきのページ。さっきの間取りアドバイザーのページのやつも、元々の絵とはまるっきり違う絵を出させてもらって、ね。あ、そっかそっか。ごめんなさい、これじゃないな。さっきの山口さんのやつの、これですよね。はい。このちょっと今間取りアドバイザー、これは大手ハウスメーカーさんで、はい、プラン作られた方が、まあそれ以前から僕は親しくさせていただいてたんですけれども、はい、まあ、買われた土地がその大手ハウスメーカーさんの建築条件付きだと、はい、いうことでそちらでプランを作られたんですけども、どうもなんか納得できへんっていうので、いっぺん、まあこの土地でそういう条件やったら、僕やったらこうするっていうのを作った絵なんですよ。だからその大手ハウスメーカーさんが作る、そこはメーターモジュールでしたので、そのメーターモジュールで作ったり、はい、まあその、どうだろうか、どういう建てられ方をするかを考えた上で作ってはいますけど、間取りとしてはまるっきり違う。逆に言うと、これも間取り、その間取りを、大手ハウスメーカーさんが間取りはあったんだけれども、もうそれは一回こう、もう言ったら、キャラというか、白紙にして、一からこう、山口さんが作り上げた間取りがこれだっていうことですよね。はい、そうです。あー、なるほど。まあ全然違うものなんですけれど、はい。元の絵と同時することはできませんが。はいはいはい。持ってないけど。で、まあ、この絵、僕が描いたこっちの絵自体は非常に気に入っていただいて、はい。だけれども、まあ、建てるのはもうその大手ハウスメーカーさんで決まってるので、はい。で、そこへ、まあ、対案としてこういうのを、知り合いの建築屋からもらったと。うん。いうので出されて、おせさんがね。はい。最終的にはこう、まるっきりこの絵の通りではないんですけれども、だいぶ、
元 の, あの出てきた絵からは変化したプランで最終立ちましたね。まあ、元の絵がねちょっと見れないのでなかなかあれなんですけれども、うんうん、もうそれこそそのハウスメーカーさんも最終的に出来上がった案っていうのはもうほとんど一から描き直すぐらいのも間取りの変更だったんですけど、やっぱりああこれ僕の描いた絵に近い絵なんで、その向こうとしてはもっぺんゼロに振り出しに戻った感じ。おーすごいことですよね。その振り出しに戻らせる力っていうのが、うん、お客さんはなんか気に食わんねんけど、まあそら素人さんは無理やと思うんです、うん、それを具体的に指摘できないので、その振り出しに決まってるビルダーの方に振り出しに戻らせる力はなかなか発揮できないんですけど、まあ、言えばこういうまるっきり違う対案があってこっちの方がええと思う気持ちがあればそれを説得できるっていうかね、あの正直にそうやって話ができるから、まあ、そういう意味でなんか絵がある方が僕はええと思う。そうですよね。確かにあの、うん、お客様が自分でこうだああだって言って今なんとなく気に入らないっていうその間取りに対してああだこうだっていうことよりもむしろ新しくこう自分の理想とする間取りが目の前にあってでそれが見えるからそれに対してこうなんですよああなんですよっていう言えることって絶対ありますよね。そうそうそう、まあそうやと思うんです。やっぱり絵がないと、うんうん、家まで行かなくても大体こうこっちにリビングがある方がいいんちゃうかとかね、なんかその、うんうんうん、間取り的アイデアっていうのがないと、うんうん、あのその自分にとってなんとなく良くない間取りを出してきてるビルダーとは話がしにくいっていうのが弱いというか、そういう意味で言ったら結局途中のそのセカンドオピニオンであれ1から間取りを作るのであれ山口さんにとっては全く一から作るのとある意味変わらないというか変わらないプランという意味ではですね、はい、ってことはやっぱり最初の段階でお客様といろんな暮らしにまつわるお話をたくさんこうされてどんなこう暮らしがされたりとか、ダリングはだから同じようにその自分に全ての設計がご依頼いただけている場合と何ら変わらないですよね。いうことね、どういう暮らし方したいんですかっていう話聞かないと間取りはできないので、もう違うとするならばそのそこから先の実施設計なり詳細の設計を山口さんのところでされるのか、間取りまで基本の設計のところまで終えて そこから先はまた工務店さんの方に戻ってやられるのかっていう違いっていうことですよね。なるほどです。そこは対案作りですよね、うん。これはなかなかこう皆さんこういうことを頼みたいなと思っていて、こうなかなかこう初めの一歩って踏み出しにくいところあると思うんですけど、ちなみにこの具体的な先ほどおっしゃられたセカンドオピニオンのプランなんですけれども、はい、初めてまあ打ち合わせ来られて、その書き上げるまでって大体どのぐらいで書き上げられる、もうねすでに話が進んでるからそんなにゆっくりゆっくりでもなかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、あれはどれぐらい、でも1週間ぐらいで出したんじゃないですか。あ、1週間、あ、すごい。で、それ、そこも大事になってきますよね、セカンドオピニオンっていう部分でおいては。大体こう新築の打ち合わせってケースバイケースなんでしょうけど、結構詰まってくると週に1回ぐらいのペースで多分週末とかやられる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、だからそこにこうもうすでに進んでて、例えば先ほどの方なんかもきっともうハウスメーカーさんも決められててっていうことであれば、もういつまでに大体建てたいみたいなのも具体的にあったりしたら、そんなにこうゆっくりはなかなかできないっていう状況なんかも多々ある中で、こうそのなんていうんですかね、例えば設計事務所なんかですごく こだわってらっしゃる設計事務所の先生だったらですね、基本プランに1ヶ月かけるとか、なんか結構そういうイメージもある方も多いんじゃないかなと思う。1週間でそんな一からプランなんてできちゃうのみたいな思う方も結構多いと思うんですけど、これどうなんでしょうね、1週間でプラン書き上げるっていうのは誰でもできることじゃないんじゃないかなと私は思うんですが。ああ、どうなんですかね。山口さんもうあれですか、もう新しい一からプラン
やられてる、その、なんだろう、時でも、まあ、セカンドビューにも変わらずもう、もう大体1週間で基本プラン上げていく感じですか？まあ、その時の込み具合にもよりますけど、はい、リアルな。でも、最初のヒアリングから2週間ではプラン出すっていう。目安として。にはもう決めてましたからね、それより引っ張らないっていう。やっぱお客さんも待ってはるし。特に、やっぱそのセカンドビニオン的な、その、対案としてやる場合は、やっぱり早くしないといけないし。そうですね。作り手側は早くその、間取り決めて次進みたいと思ってるからね、せかしてくると思うし。だからやっぱり、一般ではできない。まあ、その大手ハウスメーカーさんの方のその事例については、敷地側の僕がいてる足屋だったので、はい。かかったっていうのもありますけど、あ、パッと見て、パッとやって。敷地も見に行かれたっておっしゃってましたよね、確か。うん、ですもんね。やっぱりプランされるときって必ず敷地見に行かれたりされるんですか？必ずってことはないんですけど、まあ、見るか見えへんかではやっぱり何を取り込むのかっていうのは全然見え方が違うので。なるほど。できればみたい。本当、一番いいのはお客さんと一緒に見るんですよね。そうですよね。多分そこで。なんでこの時が気に入られたんですかっていう話を聞きながら。なるほど。そこで生み出される会話から、こう、プランの発想なんかも生まれてきたりとかっていうのはすごく。あ、それはめちゃくちゃ大きいです。さっきの A も、そこで立ちながら、その話してる中でもプランが出てくるので、僕の頭の中。なるほど、なるほど。いや、この A はこっちに立ってますけど、これ絶対こっち側に立ってる方が、資産も入るし、山が見えるでしょとか言いながら土地を見ました。山口さん、セカンドオピニオンされるときに、その、もともとの、まあ、そのメーカーさんからのプランはあるけれども、実際そういう今おっしゃってた敷地に一緒に行かれてお話しされるときっていうのは、あんまりその元々あるプランは考えず、もう一から話しされる感覚でやられるんですか？やっぱある程度その間取りもちょっと意識した話、お客さんなんかはね、もうその間取りがすごく入ってる状態だったりもされるんじゃないかなと思うんですけど、その辺違いってありますか？その間取りの話は、事前に見せてもらうから、はい、その時はお話しします。これのどこが気に入らないのか、はい。場所によってはここはいいと思うんやけどっていうところもあると。はい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 。それはそれで頭に入れておいた方がいいと思うし、自分が作るプランにもええなと思うところは入ってた方がいいでしょうから。それはちょっと場合によりけりですけど、でもやっぱ知ってた方がいいですよね。知ってるけど、基本的にはもうゼロからやるのとあんまり変わんない。なるほど。こういうふうに暮らしたいの、ここでっていうことを聞く。ヒアリングしますの。ああ、そっか。じゃあ、そういう話を聞いてるからって1週間で終わるとか、1からだから2週間とかっていうくくりは山口さんのところではあまりないということですね。あまりない。ああ、なるほど、なるほどね。わかりました。まあ、本当に多分今のお話をね、聞かれて、まさに間取りとかで、ね、迷っている方がですね、そんな今ここまで進んじゃってるのに、1からそういう人にもう全くプランを作り直す。っていうことに、まあそうだな、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、なかなかもうそこまでプランを作ってる段階でお客さんはまあ消耗しちゃっていて、さらにもう一回新しい人と、まあ本当に土地探しなんか本当にいい例なんだけど、一つの不動産屋さんとずっとやってて、もう全然ダメでヘトヘトになってるけれども、もうしょうがないからもう一つ、もう三つって、土地探しですら3つ4つの業者さんとやり取りするっていうのは、まあね、自分なんかは本当に、私なんかはもう慣れてるから、もう3つぐらいの業者さんと話すのも全然そんなに苦じゃないんですけど、やっぱりお客様からするともう本当に1社と話すだけでも相当な清水の舞台から降りるようなっていうところで、その敷居のさっき最初に言ってた高さってすごくあると思うんですけど、ですよね。そういうところっていうのは山口さんお感じになってるところってありますか？うん、土地探しの段階から一緒にお相手してるっていうこともよくあるんですよ。ああ、なるほどね。はい。不動産屋さんはいてるんだけど、はい。これ不動産屋さんからこう、今回この3つぐらい土地提案を受けたんだけど、はい。一緒に見てもらえませんっていうようなこともあったし。だから、
まあね、その建築条件付きの土地の場合はそういうことは難しいんですけど、まあ、あの建てるとこまで一緒にやるっていう話の中ではそういう土地から一緒に見て回ってここやったらいいですよ、うん、予算に応じた大体土地、うん、土地やし建物も含めても予算に入るんじゃないですかっていうようなことをアドバイスしてその土地をお客様が買われたっていうことはよくありますね。土地も土地見る上手なお客さんってあんまりそんなんねみんな経験ないからそれはそうですよね、うん、で僕らが見るのはちょっと違うところも見ますからねやっぱり。もうそれそうですよね、本当にあの不動産さんの目線で言うと、まあ、あれがちらの学校の校区とかね、利便性とか、結構そっち、まあ、実際買う方もそうなんですけど、まあ、私も実際、自分で家買ったときに、なんだかんだ言っても、結局そこを無視しては買えないっていうのもあったので、それは分かるんだけど、ただ、それにつけても、あのやっぱり実際そこに家が建つわけなので、その家を、暮らしが良くなかったら、どんなに利便性がいいところでも、やっぱり、そこはストレスになってしまうので、やっぱりそこは絶対、その、なんだろう、そういう交通事情とかの利便性も意識しながら、でもその間取り、ここの土地に自分の家が建てるんだったらどういうふうな、ここら辺どういうふうな、だからまあ、本当に私も第一希望で言ったらもう平屋で、お庭が広くて、薪ストーブがあってってイメージはすごいありましたけど、うん、今の土地で現実それは無理なのでっていうところで、じゃあどういうやり方があるっていうところを、でやっぱりそこにも暮らし方っていうのは常にやっぱり意識してっていうのはやっぱりすごく大事で、本当にだからそのパワーいるかもしれないけれども、なんだろうな、今ある間取りとかそういう暮らし方とかに行き詰まってしまったら、そこの部分だけを考えるんじゃなくてトータルでこうちょっと考えてみるっていうのはすごく大事かなっていう思ったりするんですけど、なんかそういうふうにお客様が考えるのが一番大事なんですけど、はい、なかなかまあ言うたら建設とかね、はい、そういう技術的な話はなかなかそう難しい部分があるから、ちょっとこうその辺でお手伝いができたらなぁと思うんですよね。そうですね。それが全部自分で考えられるお客さんやったら、必要ないですね。ハウスメーカーさんやったら、そのビルダーが決まってるところが変なプランを出してきたりしたら、ちゃんとお話できると思います。でもそうですよね。あ、うん。できない。山口さんが家建てるんだったら、もう山口さんが自分でプランして、どこのビルダーさんでも持っていけるっていう話ですよね、本当に。あ、そうです、そうです。ね。ですね。だから本当にもう、間取り全体のことですごくこう、もう悩みに入っちゃってる方は、ぜひ間取り相談をね、利用してもらいたいなっていうふうに思うんですけど、なかなかその、まずはそういう選択肢があるんやなっていうことを知ってもらいたいですね。うん、そうですね、うん、ほんまに困った時に、まあね、例えばその自分の親戚にちょっと、ね、一級建築士の人がいてるとか言ったら、まあ気楽に、うん、こんなんどう思うとか言って話ができると思うんですよね、それ困った時に。あ、でもそれに関して言えばですね、私昔おうち相談を受けた方で、自分の身内の方が、一級建築士の方で、しかも構造にすごい強い方 で、はい、で安心してお任せをしたと。でその方はもうとにかく構造にうるさい方だったので、もうこれでもかっていうぐらい震度8ぐらいの地震が来ても大丈夫だっていう、まあご本人曰く、相当その構造を意識した建物を建てられたと。で、建てた結果、まあ私も見てびっくりしたんだけど、全然窓がないんですよ。あ、そうなんや。だからもう、結構いい条件のところに建ててるのに、これじゃあもう一日中真っ暗じゃないですかっていう話で嘆き悲しんでるご相談を受けたことがあって、失敗例ですね。そう。だけど、やっぱりプロでなおかつ身内っていうのも、本当によしや、身内だからこそ言いにくいっていうね。そういうのもある。うん、だからそういう本当に自分のその暮らしをこうメインに、自分が暮らしたい暮らしをメインにバランスよく、もちろん構造だって大事なんですけれども、構造が良ければもうあとは全部無視じゃなくて、やっぱり自分の暮らしを反映した、そして安心安全な設計ができる間取りを
一緒に考えてくれる人っていう存在っていうのはいかに大事かっていう、プロの人がみんなそうだとは限らないんだなっていう。でもね、素人さんには同じ一級建築士でもその業務的偏りがあるっていうこともやっぱりわからない。そうなんですよね、本当にそうなんです、そうなんです。本当できてみて、住んでみて初めてそうじゃないっていうのがわかるっていうのも本当に部分なので、もうなるべくちょっとでもその 不安とかね、不安に思ったら本当に私だったり山口さんのところに相談に行ってほしいなって思いますし、本当に家を買うっていうことはもうものすごい一生に一度あるかないかの大きな買い物なので、それで失敗したっていうことで車の買い替えのようにはやっぱりいかないじゃないですか、お家の買い替えっていうのはですね。だから本当にそこをもうちょっとこう大切にというか、お金のかけ方というか考える機会にも本当にしていただきたいなって思うんですけれども、でその後で間取りの会を、まあ、やっていこうというお話の中で、はい、今間取りの会で考えているのは、実は山口さんはこれまでたくさんですね、もうプランの数で言ったらもう本当にないくつですかね、もう200、ね、たくさんの立ってるので300ぐらいあるから、立ってるだけでも300ですか、それぐらいあると思いますね。もうそしたらもう本当にプランだったらもうその場合2倍3倍4倍ぐらいのプランが、うん、まあ、うん、そうですね、あんまりあれですけど、でも結構数はやりますね、まあ、リフォームとかも込みですけど、はい、なのでそのプランを、まあ、実際のね皆さんの、今悩んでるプランのアドバイス乗ってくださいってなっちゃうと、これは本当に、私のおうち村であったり山口さんの、アドバイザーの方に直接っていう風なお話なんですけれども、まずは皆さんが自分の暮らしを考える、まあ硬い言い方するとトレーニングというか、自分の暮らしをこう間取りから考えていくっていうそのきっかけというか、それの大切さとかそういったものをまあ気づいていただける会にしていきたいということで、普段はそんなに一般の方がですね、実際の他の人の間取りだったり家の事例のプランを見れるっていうことはなかなかないと思うんです。やっぱりお仕事に関わってないければですね、まあ本とかで見たりっていうのはできるかもしれないんですけれども、ただ本でこう絵とかがあっても、じゃあその間取りがどういうこう思いでどういうこう暮らし方でそういう間取りができたのかっていうところまで掘り下げてっていうのはなかなか本や雑誌でも見れるものじゃないというか、雑誌なんか見ててもやっぱりここにはこういうものが入ってて、ああいうものが入っててっていうのは書いてあったとしても、そこのに住む暮らし方まで来てるっていう機会はなかなかないと思うんですよね。なので間取りの会ではそういったその山口さんが実際に設計されてらっしゃる、間取りを見ながらですね、その時のまあお客様、実際のまあお客様がそこにいらっしゃったりとかいう間取りも多々あると思うので、こうどういう暮らしでどういう話でっていうことを聞きながら、それをまあ自分の暮らしに置き換えてどんどん意見を出し合いながら、多分その間取りだったり他の人の暮らし方とかを見るっていうのもすごく自分の暮らしを見つめ直すいい機会なのではないかと。自分の暮らし方はこうだった、こうしかできないと思っていたことが人の暮らしを見ることで、趣味なんか分かりやすいですよね。私こんなのやってます。こんなの作ってます。あ、じゃあ私もこんなの作ってみようっていうのの暮らし。あ、私にもこんな、これだったら取り入れられるんじゃないか。こんな考えだったらできるんじゃないか。そっから生まれるプランっていうことを実際にいろいろな形でシミュレーションしながら体験して、こう、お客様自身がそのちょっとそういう考え方をこう育てていってもらえたらいいなっていうような会にできたらなっていうふうに思っております。なるほど。はい。で、この会をですね、いつからどうやって始めるかっていうことに関しては、また山口さんといろいろ相談してやっていきたいなと思うんですけれども、基本的には、
無料もしくはワンコインの、オンラインの会っていうことで、誰でも、特に一般の方が気軽に参加してもらえる会にしたいなっていうふうに思ってますね。で、プロのマニアックな会になっても知らないからね。あ、そうなんです。だから逆にプロの方はね、実際お仕事いっぱいするので、そういうことではなくて、実際に今間取りのことで悩んでる、暮らしのことで悩んでる、別に新築の予定があってもなくてもそれは良くて、実際に家の使い方とか、そういうのに悩んでる方ももちろん大歓迎ですし、それが別に家全体のことで悩んでなくても、部分的なことでも全然いいですし、まあ、あるいは、自分はこうしたいんだけれども、家族がこうだとか、まあ、家っていろんな家族が住んでるので、なかなか自分の意見と家族の意見が合わなかったりとか、そういう悩みを持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、まあそういうこともちょっと入れていきながら、こう、アドバイスできたら、自分たちが家を作るときに考えるヒントみたいなものをこう、できたらいいかなっていうふうに思いますし、いつかじゃあ家を建てよう。それが、もちろん山口さんのところの KJ ワークさんを建てるのも全然大歓迎なお話なんですけれども、私のような建築条件付きのですね、お家だったり、ハウスメーカーさんだったり悩んでる方のアドバイスなんかも、できますので、そういうことがあるんだよっていうことも同時に知っていただけたらなというふうに思っております。はい。っていう形で、またその時にですね、いろいろ多分山口さんから聞きたいこと、じゃあ実際その頼むんだったら予算ってどれぐらいかかるのかなとか、どういう準備してたらいいのかなとか、いっぱい聞きたいことあると思うんですけれども、そんなことも間取りの会で、お伝えしていけたらなと思ってますので、ぜひそこは忌憚なく、いろいろお話できたらと思っております。ということで、今日は山口さんすいません、長々と1時間、ちょうど1時間ぐらいかな、今。そんな経ちました。早いね。そうなんですよ。だから、本当はもっとね、いろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけども、それをやると3時間コースになりそうなので、こうやって、今日はまたね、間取りの回で、ぜひ話していけたらなと思っておりますので、どうぞ。気軽にね、なんか困ったこと、ね、話を。そうですね。そうそうそう、お話を聞かせていただけたらね、何らか、うん、本当に何だろう、やっぱり家のことに関して自分がやっぱり困ってることイコール一人で具体的に結びつけちゃおうとするのかなっていうのはすごくあって、だから特に業者さんとお話しするのにあたって、具体、業者さんって変な話で冷たい人は、じゃあ、ここをどうしたいんですかみたいな。うん。じゃあ、棚何枚欲しいんですか、サイズはどれぐらいあったらいいんですかとか、もうそういう寸法的な、大きさ的な、サイズ的なことを、もう詰まってくるとですね、そういうのをお客さんに直接聞いてきて、でもお客さんはそもそもそれが必要なのか、サイズがそれ、適切なのかどうかすらわからないからプロに聞きたいのに、それを聞く間も、与えられないっていうことは多々あって、で、それを、一緒になって考えてあげれるのが、私たちプロの仕事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まさに山口さんはそのお仕事を実践でやられてらっしゃってて、間取り全体ということを通してやられてらっしゃるので、結局、部分的なものが必要か必要でないかっていうことを考えるにあたっても、家の全体のことを考えていかないと、じゃあその中の一部としてそれが必要か必要じゃないかっていう話に結局なっていっちゃうんですよね。私なんか部分的な相談は部分的な相談が多いんですけど、結局家全体のことを考えたら、あ、そもそもいらないじゃんとか、うん、あったり、まああとはそのハウスメーカーさんとか、そういう方たち頼むときに、ついでにこれもつけたらお買い得だよ的な。オプションついでにつけちゃうよみたいな、とりあえずなかなかこう後からつけるのは大変だからつけとけばみたいなのでつけたら、実はそれが全然いらなかったとか、いらないものをつけてしまったとか、なんかそういう発想も今多々やっぱりあるので、本当にいらないものは、その人にとっていらないものはどこまで行ってもいらないし、
いるものはどこまで行ってもいるっていうことをきちんと暮らし、それは自分の暮らし方によってなのでっていうことをやっぱりこの会を通して皆さんに感覚として、あの理屈じゃなくね、感覚でこう分かっていってもらえる機会にできたらなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。あ、こちらこそ、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、今日はすいません、お忙しい中どうもありがとうございました。はい、またどうぞ。ありがとうございました。お願いします。こちらこそ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。